やってきました、妙典駅、毎年ね恒例のハゼ釣りですね、今日はね河原に向かう前にね、このね駅前のコンビニでね、食料氷などね買ってそれから行こうと思います。はい、コンビニでね、ロックアイスとね、昼飯購入しました。ロックアイスはねこちらねクーラーボックスの方にね移して、ちょっと冷たい水でね、釣った魚を持って帰ろうというところです。去年もね来た時はねかなりねもう川の水が熱かったんでね魚がねちょっとね傷んじゃったんでもう初めからロックアイス買ってきます。はい、やってきました江戸川河川敷、江戸川ね、放水路ですね。いやー今年も来ました。毎年ね来てるんですけどね、今年もねここでカゼを釣って天ぷらにしてビールでキャッとね行きたいもんですね。天気もいいしね。じゃあ頑張っていきますか。まずはね餌ですね、餌買いに行きましょう。なんだよ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 。はい、河原にねやってきました。ここはね前にもね紹介しましたけどね、河原でねバーベキューとかねできるんですよね。駐車場もあったりね、あとトイレもちゃんとね完備されてるんでね、女性や子供の人にはねいいかもしれないね。あ、電車が通ってきたね、うるさいね。いやー電車がねここはねうるさいのがね唯一難点なんですよね。あ、じゃあね餌買いに行きましょう。餌はねあちらですね。はい、砂利はねここのね高橋優先さんで毎年買ってます。今日もねここでね、砂利買って釣りに行こうと思います。すいませんすいません、餌お願いします。はい、いた。砂利目、はいはい、餌一つ。全く暑いね。暑いですね。毎年ねここハゼ釣り来てるんですよ。今年もねやっぱ来ないとね。私ね埼玉の方から。ですか。餌がよ。そうだ、餌がないだな。これは。あ、これやるから持ってきなよ。いいですか。もう一人分ぐらいある。これほら、焼くから。伊勢さん、これから来んだよ。あら。なくなっちゃってさ。あら。早く来ればいいのよ。そうなんですか。じゃあこれこれ。お金は？いいだよ。いいですか。うん。いっぱい来てね。そうですか。ありがとうございます。今日どう、結構釣れてますか、ハゼ。釣る人は釣るんだよね。いつでもさ、釣る人は釣るんだよね。釣れてる人ですか。そう。お宅電話にだねなんて言えねえじゃねえかよ。ねえ。じゃあちょっとそっちの向こうの、下流の方で。はい、どうもね。どうもすいません、ありがとうございます。頑張ってはい、頑張って釣ります。いやー、餌。ただでもらっちゃいました。いいおばちゃんだね。はい、じゃあね今日はねここら辺でね釣りをしようと思います。平日だからね、空いてるかなと思ったんですけど、結構まあパラパラとハゼ釣りの方々が来てますね。さあちょっとここで釣れなかったらねちょっとまた場所も移動してというような形なんですが、まずはね頑張ってみましょう。水温なんですけどね、どのぐらいだろうね、これはね20度ぐらいなのかな。結構ね生ぬるい感じでもあるし、まあね去年来た時よりはね、ちょっと冷たいね。じゃあねのんびりね、仕掛けでも作りますかね。今日はどうすっかな。ね磯目の方はねただでもらえたんだけど、ちょっとね少ないね。今日一日釣り持つかな。まあちょっとねちっちゃく切りながらね使っていこうと思います。でね、ちょっとねアミノ酸アルファ、ちょっと余ってたやつがありますんで、アミノ酸アルファをパラ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 とかけてね、ちょっとやっていこうと思います。はい、今日のねタックルなんですけどね、いつものコンパクトバスロッドね、
トリプル B のね6106TMHFB というちょっとね固めの竿でね、リールもねバス用のね、TTZ ねこちらの方です。で仕掛けなんですけどもね、今日はねちょっとね遠浅で飛ばさなきゃいけないようなんで、全誘導でね、誘導の浮きをね、ちょっとつけて重りはね3号ね、那須型重り3号で、針はね2本針で始めいこうと思います。根がかりが多いようでしたらね1本針に切り替えてというような形でございます。仕掛けはねこういった市販のハゼ太郎、こんな感じのやつです。さあじゃあね頑張っていきましょう。軽めの重りと飛ばし浮きの組み合わせにしますと魚の当たりが分かりやすい、根がかりしづらいという利点があるんですね。はい、じゃあねライトね頑張っていきましょう。はい、また切ってますよ。さあ連れてってくれ。はい、釣れました。はい、ハゼが釣れました。けどちっちゃいね。いやー釣れたんですけどちっちゃい。こんな感じです。なんか釣れたみたいですね。引いてますね。なんでしょう。当たりがちっちゃいね。さあ来ました。がっついてることはついてるけどまたちっちゃいね。お、さっきよりはねちょっとねマシになったかね。こんな感じです。このね護岸はねこう段々になってるからいいよね。こうやってね座ってねのんびり釣りができるんだよね。これがね気持ちいいね。今日のね釣り飯なんですけど、今日のね釣り飯はねいつものね、上田インゼリー10秒チャージ、それとねまだまだ暑いんでね、OS1 ゼリーね、それとポカリスエットでね、ちょっとね甘いもので、粒あんパンね、こちらの方が本日の釣り飯です。のんびりねハゼ釣りしながらねアンパン食っていいね。気持ちがいいね。なんか岸辺にねなんか変なものがいますよ。なんだこれ。おハゼ、ハゼのちっこいのがこの波浮き茂まで来てる。なんかまたね釣れたみたいですよ。せーの、おーっと、はい釣れました。よしやったね。
今日はね、日差しはね、強いんだけどね、カラッとしてるね。風もね、ちょっと冷たいんでね、まあ、釣りをしててね、気持ちがいいっていう感じかな。おい、入れてますね。さあ、なんだ。おい、釣れました。よし。はい、ハゼ釣れました。やったね。さっきからね、ちょっとちっちゃいのがね、続いたんで、針をちょっと大きくしてみます。ね、大きいの狙いでいこうと思います。このね、飛ばし浮きのね、仕掛けはいいね。根掛かりはしないしね、飛ぶしね。3号の重りしかつけてないんだけど、結構飛ぶんだよね。これはいいね。釣り方はね、バスのね、テキサスの釣り引きとね、ちょっと似てるんだよね。投げて、しばらく当たりがなかったら、少しずつね、こうやって動かしていく。ね、海底のなんかこう突起みたいなのに止まるとね、そこで少し休ませるとくぐっとね、当たりが来ると、そんな感じだね。ほら来た。はい、両型のね、ハゼが釣れましたね。いい方だね。夕方4時を回りましてね、だんだん当たりが少なくなってきました。ハゼはね、昼間の方が釣れるんだね。夕方になったら当たりが遠のいてきちゃったよ。ハゼが丘登ってきたよ。ほらほらほら。餌をもらいましたらね、早速釣れましたよ。やっぱ生きのいい餌は違うね。いやー、すごいね、積乱雲だね。最後の今年のね、夏の終わりの積乱雲、秋の積乱雲かもね。5時になりました。気がつけば私一人というところで、誰も釣り人はいなくなってしまいました、ね。風も吹いてきてね、当たりも取りづらくなったので、今日はね、この辺で農家にしようと思います。いや、今日は一日ね、楽しかったね。また来たいと思います。はい、今日のね、江戸川放水路、超過です。いやね、ちっちゃいのがね、多くてね、本当にね、リリースしたのがね、かなりありました。これだけ一応キープしました。今日はね、これでね、帰ったら天ぷらにしてビールで一杯やりたいと思います。はい、チャオチュールだぞ。見てみてみ、ほいほりほりほり、なんてよ、おい。はい、今日のね、超過、マハゼ25匹でございます。
先ほどね、剣単体スケールでね、測ったところね、一番大きいので20センチ、一番小さいので15センチでした。ね、今日はこれをですね、天ぷらにして、ビールでね、一杯というふうにやってみようと思います。でね、天ぷらの揚げ方なんてね、何回もやってますからね、割愛しようと思います。ということで、ドン！そして、はい！はい、ハゼの天ぷらの完成です。いやー、うまそうに揚がりましたね。今日はね、天つゆで大根おろしをね、たっぷり入れてね、これで、食べてみようと思います。ではね、早速ハゼの天ぷらね、いただきます。やっぱしハゼの天ぷら最高、美味しいね。もう一つね、食っちゃいましょう。いやあ、美味しい。やっぱハゼの天ぷら最高ですね。でね、ビールね、これのために、これのために今日はね、頑張ったんだからね。今日は、これ黒ラベルの黒でいきましょう。さあ、今日もね、いや、楽しい釣りでした。いただきます。はい、今日はね、毎年ね、恒例になってきちゃったんですけれどもね、9月ね、秋の初めにね、江戸川放水路でハゼ釣り行ってきました。まだね、小ぶりなハゼが多かったんですけどね、ハゼ独特のね、引きでね、楽しむことができました。こうやってね、天ぷらにしてね、ビールでって言ってね、最高ですね。いやー、楽しいね、そして美味しいね、ハゼでした。はい、それではね、また釣りに行ってみたいと思います。それまでごきげんよう。さよなら。